こんにちは。こんにちは。今日はこいとつです。こいとつ前です。外で並んでるってすごい、めっちゃナウタイムリーですね。もうすぐ、もう1時間後にはまだ始まってないや。1時間後ぐらいに始まってます。公演です。そう、今日と明日と2日連続で2連公演だから、ちょっと髪型迷い中です。今日は、今日のまつげはいつもと変えました。見てください、ちょっと違うんです。いつもと、いつもマスカラ2回するところを本日は1回で伸ばしました。それが違うので皆さん見てください。公園の中でもまつげに注目してみてください。そう、もうね、そう、準備はもうできたので、あとはケイトはこのままちょっとだけ直して出るだけなんですけれども、そう、今日はミラコの卒業公演なんです。やだ、本当に信じられないんですけど、未だにミラコが、なんかミラコが卒業する感じがしない。本当に卒業、なんか卒業公演とかやっても全然卒業した感じがしないんですよ。で、卒業して1ヶ月ぐらいでやっと、あ、卒業したんかなって思い始めるぐらい、本当にそれぐらい全然気がつかないというか、まあ1ヶ月ぐらいだったらね、公演とかで会わなくても、まあたまにこのアンダーとかの時もあるし、まあそうかなとか思うけど、そう、そうなんですよね。そう、だから全然実感が湧かないっていうか、卒業してもしばらくはなんか、だってミラコとかフラッと劇場に来そうやから、余計に全然わかんないなって感じ。でも卒業コンサートとか終わると確かにちょっと実感するかもしれない。そう、卒業コンサートが一回なんか卒業公演みたいな感じの感覚でもあるから、そう。いそういそう、明日の公演とか来そうだもん、ミラコ。そんな感じだから、まあでも同期とかやったら全然卒業しても普通に会える、まあ他の人も会えるけど、卒業しても会いやすいから、だから本当に先輩とかの方がなんか卒業しちゃうんやなって感じがする。うん、今までね、 M はしばらく卒業なかったから続いちゃって寂しいね。そう、どんな卒業するって、どんな感じなんやろうってめっちゃ思いますけどね。卒業公演とかどういう、最後
最後の公演ってね、ね寂しくなっちゃいますよね。え、そうだからコンサートにも本当にケットいる気満々やったから、あれみたいな、そうコンサートのとこの名前とかリハのやつとか見て、あれミラコいないの、あれみたいな一人でずっと言ってた。そうなんですよね。確かに学校とかはねみんな一斉に卒業するからそんなに寂しいって言ってもまあまあって感じやけど、確かに。でももうケットもだいぶ卒業を見送ってきたからさあ寂しいですよね。そう、もう最近だと同期とかドラさんロッキーとかも結構卒業するからしてるから、もう9人になっちゃうんですよ、ミラコが今日で卒業して。変な感じ最初は29人多分ドラさんとロッキーでいたんですよ。もう一クラスできるぐらい本当に29人もいたら、なのにもう20人減ったってこと？恐ろしいよ。20人、嘘。ね。そうですよ。ケットがあと10年もいたら28歳になっちゃうね。え、本当に。まあそんな今日はミラコのおすすめのおすすめ、ミラコに髪型を決めてもらいましたので何で登場するかは秘密です。もうちょっと見えてるけど、決めてもらっちゃいました。最後の曲は何を歌うのでしょうか。ね、何でしょうか、何でしょうか、何でしょうか最後の一曲なんてもうさ、だって今までも結構いろんな曲歌ってきてやってきたのに、最後もうこれで終わりですって、はあ、寂しいですね。もうこの一曲で終わりですって、信じられない。もう歌うことがなくなっちゃうんですよ、その曲も。まあカラオケとかで歌ったらいいけどけどさ、また話が違うじゃないですか、カラオケとステージとでは。ね、そうですよ。と1曲っていうのは無理だな1曲に絞ってくださいっていうのは無理だわ。そうねえ、すごい、もう
授業ってすごいものですね。いやーいやーしみじみ感じますわ。そう、本当にねトリプルアンコールぐらい欲しいですよね。3曲ぐらいなら絞れるかもしれん、頑張ったら。けどね、めっちゃ気になるんですよね、卒業する時ってどんな気持ちなんやろうって。まあその時は、それはね、その時になったら分かりますよって話か。そう、最後に金のプレートもらうじゃないですか。それを見てたらなんか、そう、知ってるっていうか、知ってる名前ばっかりで、あー、こんなに卒業したいなって思うもんね。変に嫌やな、緊張して最後の最後で振り飛んだりしたら嫌やな。めっちゃ恥ずかしい。最後なんかケントそういうのやらかしそうなんですよね。最後に大失敗したりとか大事な時にめっちゃいそう、緊張で。嫌やなそれは。そう、最後はちゃんとさ、一番いい状態でやっぱ終わりたいから。そうそうそう。いや、最後になんか滑ったりしたら嫌だ。ラストの曲当てちゃっていいですか。いいんですよ。何だと思いますか。あ、今日のはダメですけど、顔に出ちゃいそうやから今日のはダメですけど、最後に滑って帰るのは恥ずかしいでしょ、だって。当たる人はねいないと思うけど、本当にこれで本当にバレてしまったらシャレにならないのでケイトがこんなとこで言ったら、だからダメです、やっぱり当てないでください。当てないでください。今日はボケを期待しますか。そう、でもこの間のなんか全体 MC で卵の話をしたんですけど、そしたらなんかワカポンがめっちゃ気に入ってくれてて、そうあの話好きやったって終わってから言ってくれて、なんか嬉しかった。恥ずかしいけど、そんなちゃんと聞かれてたんやと思うと恥ずかしいけど、そう、でも好きだったみたいで嬉しい。恥ずかしいけどね。
あ、そう、もっちゃんの話の時、全体 MC の時そうそうそう、赤ポンが気に入ってくれたみたい。今日も頑張りまーす。じゃあ行ってきまーすランキング発表しますね。13位からいきます。13位、宝野さん。12位、ホリチッチさん。11位、ペペさん。10位、おいちゃんさん。9位、ドカちゃんさん。8位、ナオユキ犬犬さん、ありがとうございます。7位、ノリピさん。6位、チャウチャウさん。5位、シンさん。4位、タカニーさん。3位、ユウキさん。2位、一つ二つミツさん。そして1位がダニエルさんです。ありがとうございます。スペシャルゲストを送ってくださった皆さん、コメントをしてくださった皆さん、ありがとうございました。見に来てくださった皆さんもありがとうございます。じゃあね、行ってきます、公園。